終わりました。わたげチャンネル。ポイティ。マジで間に合わないと思った。危ねえ。期末レポートが終わりました。本当に今日がね締め切りで12時までに3つ課題を抱えていて、11時20分の時点でまだ2つ終わってないっていう絶望的な状況だったんですけど、締め切りで今出しました。これ終わった。本当によかった。終わった夏休みだ。こうしてなんとか無事に夏休みを迎えることができた綿毛。果たして友達ゼロ、もちろん遊ぶ予定もゼロの彼女は60日間の無駄に長いこの長期休みを有意義なものにできるのか。これはそう、そんなぼっち女子大生の長期休みの全貌を映し出す感動の60日間密着ドキュメンタリーである。ポイティ。今日は起きて外に出るぞと思って化粧だけ頑張ってしたんですけど、でなんかいろいろやるべきことやるぞって思ったんですけど、結局一日何もできずにもう今9時半になってしまって、何もできてなさすぎてへこんだのでコンビニで竹やエースを買ってしまいました。なんか前ドラマでなんか落ち込んだ時はコンビニで一番高いアイスを買うのがいいってやってたので一番高いアイスを買いました。やっぱ夏休みってこうなっちゃうんだよな。無理。なんか最近11時ぐらいに起きるようにしてて、午前中にちゃんと世界に意識があるようにしてるんですけど、でもなんか11時に起きて朝ごはん食べるために起きて朝ごはんだけ食べたら眠くなっちゃって、でまた昼寝したらいつも2時でとか、なんかキモ自分。今日なんだかすごく料理モチベが高い日なのでゴーヤーチャンプルを作ろうと思います。なんかゴーヤーってもマジツルレイジっていうイメージしかなくて、あんまりこの食べ物っていうイメージがないんですけど、めんどくせえの。もうだいぶ健康志向綿毛モードに入ってるので、こういう緑のものを積極的に食べようっていう選手権をしてます。よしできました。で3日目にしてようやく外に出ることに成功。これは大きな進歩ですね。でこの日はずっといてみたかったおしゃご飯屋さんにねやってまいりました。ただちょっとこの日は化粧する気はちょっとなくて、すっぴんボサボサでいいかとちょっと軽い気持ちでね出てきたはいいものの、ちょっと思ってた以上に店内がおしゃれな感じだったため圧倒的に浮いています。もうなんかようわからんけど顔を上げてご飯を食べることができないこの感じ、もう終始肩身狭狭でした。もうこんなことならちゃんとしてくればよかったってもう心の底から後悔をしている女なのでした。オムレツを作りました、実家で。うまくない？美味しい？めっちゃ美味しいだよね。すっごいいい感じ。本当やっぱりさ、今からでもこの道あるよね。ほらこんな甘やかされて育ちました。その結果こんな人間に育ちました。うまっ。昨日実家に帰ったのでそのまま泊まり、引き続き今日も家族ででございます。今日はねパパゲママゲさんと共に来たかったかき氷屋さんに連れてきてもらいました。でかバエバエかき氷でようやく夏感じちゃってます。
実家に別れを告げ独り立ちし、実家で得たパワーを胸にいい夏を始めるぞと気合十分になったぼっちは、今日はね、ちゃんとお化粧をして街に繰り出してみました。なんかちょっとね、ブラブラお買い物でもしようかなってのんきに歩いていたんですけど、クソ雨、もうこの上ない雨が急に降ってきまして、なんでこういう日に限って土砂降りレベルマックスなんでしょうね。ちょっと傘も持ってなかったので、駆け込んだ近くのカフェでオフィシャルランチをすることにしました。でインスタで見てずっと憧れを抱いていたこの食べ物、アボカドトーストを注文して、あれこっち待って、結果的にすごいオシャな女になってしまったんちゃうと思ったのもつかの間、ちょっと店内おしゃれすぎて緊張してしまって、全然味がしませんでした。しかもなんかめっちゃ外は雷になってるし、まあ、結局すっぴんでもメイクしてても、こういうおしゃカフェはいつまでたってもあまり落ち着かないなと、慣れないことはするもんじゃない、そう実感した一日でした。またねチャンネル。ポリティ。こんにちは、夏休み中です。人参凍ってんだけど、こうやって、いつのだよ。どうしても豆乳鍋が食べたい気分なんだけどね。わざわざ買って今から作るのクソ偉くないっすか。誰も褒めてくんないんだけど、意味わかんな。ちょっと久しぶりに人と会話してテンションがおかしくなってしまいました。いける、もうめんどくさいかも、もうこれでいいかも。いただきます。じゃーん、何も見えません。パソコンあるんです、ここに。いただきます。こうやって最近はね、テレビを見ながら夜ご飯を食べるようにしてて、ていうのも部屋にね常に音があるっていうのがすごい偉大なんだなって最近ちょっと気がついて、やっぱり家に一人でいるとなんか急にさ、なんか孤独感モード入るっていうか、なんか、なんだこの静寂、寂しいってなることあるじゃないですか、あるあるじゃないですか。やっぱそうなるともう私の場合もそこからもう一気に闇モード入っちゃうんで、こうやってテレビをつけることでこういうなんかワイワイさせることで、自分が一人であるということを認識する神経の部分を麻痺させてます。まあ、ただね、こうやって一人でふふってこう自分の笑い声が部屋にこう無情に響いた時、こうふと我に返ってしまって一人を感じてしまうんですよね。もう積んでますね。はい、数日間の巣ごもりを経て、もうちょっと外出ないかんそろそろと思って、なけなしの力を振り絞り、ほふく前進で大戸屋に来ただけの日です。はい、今日はね、久しぶりのアクティブスイッチが入ったので、もうこのチャンスを逃しちゃいかんと、ずっと来てみたかった原宿のカフェにやってまいりました。私最近ずっとね、インスタで美味しそうなキャロットケーキを見て、このバーチャルで味わって食べた気になるっていう希少趣味があるんですけど、今日はこの3次元でいただけるということでありがたいですね。ただやっぱりね、私が夏休みということは同時に世間も夏休みということで、結構平日でもキラキラオーナーさんが周りに多くて、なんで夏休みなの私だけじゃねえんだよって、まあ少々切れつつもぼっちカフェさせていただきます。まあ、そんな感じで店内がほぼ満席だったんですけど、ほんの私がちょうどね、注文の前に2人掛けのテーブルを先に席を取ってから列に、注文の列に並んでたんですけど、私のちょうど後ろから2人組のサラリーマンみたいな方が入店されて、でまあその頃にはカウンターの1人席しか店内空いてない状態だったんです。だからそのお二方は、あ、もう座れないっすねみたいな感じで諦めて出ていこうとしてて、私一人だからさ、ちょっとそれはもちろん申し訳ないなと思って、取ってた二人席を、よかったら私一人なんでこっち座るんで移動するんでどうぞって声かけてみたら、すっごい真摯な方で、後からね、声かけて、このレジで売ってるこのコーヒーを買って、さっきありがとうございましたって私に持ってきてくれて、これ結婚だなと、私はこの人と結婚する、そう決めた一日でした。今日は実家に帰ってきてるんですけど、誰もまだ帰ってきてないので、
あの、じゃん。じゃん。あ、汚い。全然見栄え悪いけど肉じゃがを作りました。え、こちゃんと盛ればよく見えるんだからね、絶対に。これで社会に、あの、家族に貢献できたかなという気持ちで、ちょっと、あの、いい気持ちになって、いい気持ちになっています。今日はすごい社会人、今日は、あの、善良人です。え、なんでこんな、こんなんかニキビじゃない。はい、急に場面を外で失礼します。やっとここに来て夏らしい映像をお届けできそうです。今日はね、家族みんなでお出かけデーでございまして、あー、ただとても眠そう。で、連れてきていただいたのは、あら、夏らしい海ですね。もうこんなん素敵な夏になってしまうと思いきや、こんな素敵な海もね、ちょっと、あの、この引きこもりにはちょっと眩しすぎたか、明らかに機嫌が悪そうな顔つきですね。夏もね、無理してエンジョイするもんじゃない、そう実感した一日。あ、やばい、めっちゃ機嫌悪いやん。やばい、めっちゃ機嫌悪い、やばい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 。生春巻き作った。だけの日。梨を食べに来ました。あのね、無理して海ではしゃいだ、あの、ツケが回ってきたというか、あの、インターバル期間としてね、あの、しばらく実家にこもって、あの、ただ梨を食べる期間を過ごした畑でした。香水派です。わたげチャンネル、ポイティ。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日もご察しの通り、私は実家にいます。毎日実家ライフ。もう出る？あ、じゃあ梨を食べ、あ、はい、食べていいかな。いただきます。美味しそう。バナナ。バナナ。バナナ。いいの？いいよ。これ超美味しいですよ。こっちから食べる、こっちから。絶対子供ができてもこうやって分け与えれない。うん。心の、私そんな心の寛容さないもん。なんか一番美味しいところ。ああ、そういうことね。絶対無理。媒体として小さいくせにさ、もったいなくない？これ食べる、これ。枝の葉ですね。全然無理。いかけたけど。だよね。だよね。なんかさ、小学校の時からさ、ちょっとさ、宿題絶対終わらせない人じゃん。そうね。だって最終日にさ、最終日の夜にさ、あの、防災の絵描いてさ、それで、じゃあ、とりあえず背景塗るから。そうなんだっけ。そう。ここ何色？ここ全部。あ、そうだった。水？じゃあ水ここで。まあ、塗るからね。え、お姉ちゃんは逆に終わらせたの？お姉ちゃんはグリゲーだけど、グリゲーより終わらせるんですよ。そこが違いだよね。なんか、最終的な違いってそこなんだろうなって思う。だから、ギリギリに終わらす人と、なんかその、諦めて、で、そういう人生。中学に入ったらもう諦めてたからさ、終わらせるなと。え、諦めてたのに、大丈夫？ダメだよ。ダメ。幸せ。だからまた戻ってきてしまいました。やだ。
食べてたのに今日芋食わなきゃいけない。うまいけど、ずっと一人慣れてたはずなのに、あんなに人とずっと一緒にいて、実家でワイワイしてて、犬もいて、なんかちょっとご飯食べて、美味しいの食べて、実家で出てくる料理食べてとかしてたら、なんかそれに慣れちゃって、急にまた免疫なくなっちゃったというか、なんか振り出しに戻った感じ。せっかく慣れたのに最悪、なんかこっち戻ってきたら、何を私の楽しみに生きてたんだっけみたいな。人脈欲しいなとか、なんか急にいろいろちょっとマジ考えるモードになっちゃったんですけど、まあでもしばらくしたらまたぼっちでも全然平気ってなると思うんで、それが来るまでちょっとただ今ひたすらちょっと親にめっちゃ電話とかしてるんですけど、ただ時が経つのを待とうと思います。こんなんなら帰らなきゃよかった。いやそんなことはない、私は強く生きる、一人でも生きる。 I'm happy man。 はい、ご覧の通り泣いていますね。あの何があったかと言いますと、あの彼女はね、あのお姉ちゃん姉毛が死んじゃった夢を見まして、もうあの姉は私の中でただ一人の情報共有者というか、あの構ってもらえる唯一の存在なわけですから、もうちょっと悲しすぎて、もう夢の中で大号泣してしまい、そしてなぜだかの現実でも泣いて、あの大泣きしすぎて起きてしまいました。もうただ起きても姉は本日実家に帰っている日なのでいません。キモいことにこの女はこの後1時間ほど泣き続けました。はい、ということでちゃんと実家に帰ってきちゃいました。お姉ちゃん生きてました。まあ、ね、夢の一件もあったので、もうこれは仕方ねえと、あの自分に言い聞かせ、一瞬にして実家に前戻ってきてしまいました。天使ちゃんで、あのお姉ちゃんにね、あのその夢の一件を話したら、あのうんと鼻で笑ってました。あのなんで私はこの人にあの涙を捧げたのでしょうかね。まあ、ほんで、まあ、あの今回予定外の帰省で、あの特にやることもなく、ちょっとあの暇すぎたので、あの柄にもなくお菓子作りをすることにしました。まあ、あの実家ならね、いくらキッチン汚してもあの怒られませんから、あの本当にもう汚し放題、使い放題という感じで暴れまくりたいと思います。誰もなさってしまった。今日は実家に泊まって、明日も賑やかでいいことだ。これはアールグレイとチーズのレアチーズケーキ、桃のレアチーズケーキです。アールグレイ、うん、これはアールグレイ、おいしい、うん、これはアールグレイ。2日間ね、実家に帰省していたわけですけれども、あのちょっと2日前感情に任せて飛び出すように家を出てきて、ちょっとその時は頭になかったんですけど、そういえばの東京の家に生ゴミを放置してきたことに、ね、ちょっと気づいてしまいまして、あの夜のうちに泣く泣く帰ることにしました。でね、ちょっと帰り際ちょっとあの寄り道してね、スタバで作業しに来たんですけど、あの夜のスタバってこんなの語り明かす系の女子の住みかになってるんやね。あのなんか周りみんな語り明かしてる、もう明かしすぎちゃうかってくらい。待て、また泣いてない？なんかね、あのさっきまであんなに楽しく家族でいたのに、
なんか駅から家に向かってる時になんかあまた一人のあの世界人生が始まるのかってなんかもう完全に闇ネガスイッチに切り替わってしまいかつそんな中雨なんか降ってきちゃうもんだからもう一人追いつしながら歩くっていうもう完全不審者ムーブ決めて持てます。あの私なかなか普段泣くことないんですけどなんかこの前あのマイエレメントっていう映画見てからというもののなんか涙腺がねなんかぶっ壊れてましてその時も映画館で一人号泣したんやけどもう最近なんかもう夜のネオンとか見ただけで泣けてきちゃうようになっちゃってね泣きちゃうよねはい、しれっと数日経過しましてもうすっかりあの一人が心地よくなってますね。はい、もう大復活でございます。で今日はね特にね予定もなくただ腹はずっと空いているのでもうねあの冷蔵庫という冷凍庫をあの探りに探った結果幸運にもねあの前眠らせておいた作り置きの野菜スープが冷凍庫にあったのを発掘いたしましてもうただあの解凍するのもめんどくさくなりそのままボリボリ食べました。しばらくサボっておりました。今日は何日目でしょうかわからないですけど、あの今日はちょっと作る気がなかったんで、あのお惣菜まみれです。いただきます。あ、うまい。テレビでもね。なんか私一人でテレビ見てる時あるあるというかよくやっちゃうのがなんか。誰とも感想を言い合えないから、うん、あこの人めっちゃお肌綺麗だなとか思ったらあの ツイッターとかで何々肌とか検索してその時間でリアルタイムにそれ同じこと思ってる人いないかなってよく検索かけちゃうんですけどこれって人と一緒に見てたらすることないんだろうなって今ちょっと気づいてなんか悲しくなりました。じゃあやらない？なんか自分と同じこと今これ思ってる人いるかなってなんかリアルタイムで同じことをこの気持ちをちょっと共有したくてよくやる。あ、ツイッターじゃなくて X か。じゃあもう何役かってるさよなら。今日は夢食ってきたんでちょっと楽しみにしてたシーンで買ったあのなんか棚みたいなやつを組み立てる日です。夢がえっこんな部品あんの無理なんだけどどうしようかな。やめようかやめましょうかね。これを組み立てることで私の今日の汚い後ろあの今日の一日は有意義なものになるので有意義なものになるはずなのでこれをしないとダメ。私の夏休みちょっと変わり映えなさすぎ。最近お部屋を可愛くしたくて別にねいつ人が来てもいいようにこれはなんかカバンを置きたくて買ったんですけど、え、ちょっと待って、どんだけ出てくんだよ。絶望。何これ。ちょっと一回休むかな。休みます。おはようございます。ただいま皆さんにご覧いただいているのはあの奇跡的にネッシーが料理をするシーンを収めた仰天映像などではございません。綿毛です。あの今日はねあの朝起きてなんだか無性にお味噌汁が食べたくなって、まあ、特にね一日何も予定がなかったので作ってみることにしました。でなんか最近ツイッターでなんか料理アカウントのなんか簡単レシピ紹介みたいなツイートばっかり流れてくるようになっちゃってなんかあそれも作ってみるかあこれも作ってみようみたいないろいろ始めたらあの気づいたら昼になってました。なんか結局、うん、ナスとわー危ないよナスとなんかも作りました。お味噌汁、うん、早く
やばい、今もう朝昼兼用しか食べてないけど、早くまた生活リズム戻していかないと大学に順応できないので、今日何しようかな。もうこのままお家いようかな。いや、そんな日があってもいい。もうそんな日しかないですけど。今日は珍しくアクティブデーで、ちょっと小腹が空いてね、近くにあった米田コーヒーに逃げ込んでまいりました。でそしたらなんかあの隣の席の方がちょっと小耳に挟まれてくる話によると、どうやらあの BL 漫画小説の作家をされてるらしくて、ちょっとそれの話がちょっと興味深すぎてなかなか席を立てませんでした。あ、別に盗み聞きとかはしてなくて、あのたまたまねあの小耳に挟まれて、あの私が小耳に挟んでるんじゃなくて、向こうの方から私の小耳に挟んでくるっていうか、あの挟みに来てるっていう。はい、58日目になりました。てかあのずっとこの日にち書いてるんですけど、あのこれだいぶアバウトなんで、あの多分58じゃないんでしょうけど、まああの、まあ、別に、まあ、そこどうでもいいよね。あの、まあ、58です。でもうね、あの履修登録も無事に終わり、いよいよ登校日が近づいてきてます。もうやばいよね、そのストレスというか、まあ、焦りから最近晩酌をしてね、しばらく飲んでいなかったお酒に手をつけ出しました。まあ、世間的に言うあの現実逃避ってやつです。まあ、このねあの明日のことから目を背けて、もう何にも考えずにこのネットフリでイケメンを見ながら一人この晩酌する時間、最高なんです。本当にもうまあ基本的なね、もう大抵の嫌なことなんてあのイケメンが吹き飛ばしてくれますから、この世の中、まあ世の中捨てたもんじゃねえよな。これがもうちょっと悲しいな。ついにやってきてしまいました、密着最終日。今日も安定に現実逃避晩酌でございます。あの夏休み自体はね、あと1日残ってるんですけど、あのその日の現実逃避ぶりはあのまた何個か前のね動画で露呈しておりますので、そちらもぜひ。であの今日はねあのちょっとあの酒は飲みつつ、体には健康を使ったあの鮭を、まあ、チンしただけなんですけど、あのご飯を作りました。もうここまで来たらね、もう何も考えないという選択肢、もうその一択だなとあの思いまして、今日一日はこう頭を空にしてしまえばいいのだと、こうなんかいろいろ瞑想してみたりとかして、あの仙人のような境地にたどり着いた一日でございました。充実してたか、今日充実できました。今日終わりよければ全てを知ってるしね、これは終わり要因に入るのかわかんないですけど、まあ一人でリフレッシュ期間として一人の時間作れて、まあ常に一人の時間なしですけど、ちょっと明日からもまた頑張ろうと思います。